タメル地区の通りタメルは、ネパールのカトマンズにある地区名。格安宿が多くあり、ジョッチェン地区のフリークストリートと共に1980年代のヒッピーブームの聖地であり、物価が安いこともあり今も、なお世界のバックパッカー、登山者、長期滞在者が後を絶たない。北は、レクナートマルグから、南は、タヒティチョクまでの約 1km の範囲内にある。 かつては旅行者の集中する中心街はダルバール広場南側のフリークストリートを中心とするジョッチェン地区であったが1980年代からはタメル地区にその中心を移し急速に発展した狭い道の左右に外国人向けの商業施設が軒を連ねるように立ち並びさらに路地が縦横に交差し路地奥にまでホテルレストラン 土産物店などが看板を上げており、車、人、サイクルリクシャーの往来が絶えず、パックパッカーの聖地らしい雰囲気を醸し出している。ヒマラヤ登山の拠点にもなっているため、登山用品店の他両替商、ランドリー、土産物店、レストラン、パブ、バーなどが多い。かつては、マッサージの看板を掲げた、西風俗店などもあったが、2008年10月、 ネパールで新政権を樹立した共産党、毛沢東主義派により、犯罪やモラル低下の温床になっているとして、取り締まりを強化されたためその後、マッサージパーラーやヌードダンスバーなどが姿を消した。ダルバール広場までは、徒歩約30分、スワヤンブナート寺院は、徒歩約1時間の距離にある。中心となる住民は、ネワール族である。 下は6ドルから上は200ドルまでと料金の幅の広い宿が軒を連ねる。中でもカトマンズ・ゲストハウスは最も歴史が古くバックパッカーの聖地になっている。欧米人を中心に今なおねえ強い人気があり1960年代後半にはザ・ビートルズが1999年と2000年にはリッキー・マーティン2003年にはジェレミー・アイアンズらが訪れている。 チベット風のホテルユート氏も1970年代にタメルで最初にレストランを始めた老舗ホテルである。世界各国の料理店が軒を連ね、和食店も多い。ローカルバスとツーリストバスは乗り場が異なる。タメルの南東、ラトナパーク東側に位置し、パタン、キティプル、ドゥリケルなど、カトマンズボンチナやチベット国境の小谷。 エベレストトレッキングの起点であるジリエのローカルバスが発着する。タメルからは遠く離れた北方に位置するリングロード沿いに日本の援助によって作られたバスターミナルでネパール語ではナヤバスパークと呼ばれる。カトマンズボン違いの長距離バスはほとんどがここで発着する。ABCDEF 地球の歩き方ネパール96-97ハット AFP ネパール猛ハ政権 今度は、風俗店に宣戦布告2008年10月2日8時53分、カトマンデュゲストハウス公式サイト。ありがとうございます。